おはようございます。ママです。今日は Uber Eats 主婦配達員のモーニングルーティーンを紹介したいと思います。朝起きたら、まず携帯を5分10分見ますね。すぐには起きられないタイプなので、そこでゴロゴロしながら今日の天気だったり気温だったり、LINE とかいろいろチェックしてます。私は紗和と一緒に寝てるんですけど、紗和が起きないようになるべく音を立てないようにベッドから降りて静かに部屋を出ていくようにしてます。赤ちゃんが起きてしまうと朝の準備がいろいろできなくなるので、本当これは子育て主婦あるあるかと思います。寝室を出たら、まずお風呂へ直行します。私は中学の頃から朝シャン派です。なんでかっていうと、まず髪のセットがめちゃくちゃ楽っていうのが一番ですかね。次は洗濯機を回します。この洗濯機は一人暮らし用の洗濯機で、もう9年ぐらいうちで頑張ってくれてます。早く新しいの欲しいなって思いながらもなかなか買えずにいます。はい、次はドライヤーです。特に乾かし方にこだわりはありません。本当適当です。ドライヤーが終わったらその流れで歯磨きしちゃいます。リビングに行ってまずカーテンを開けます。あとは夜そのまま寝ちゃってリビングが散らかってたりするので、物を片付けたりする作業から始めます。次にお兄ちゃん2人を起こします。最近はリビングの横の部屋で寝るのにハマっていて、別で子供たちのベッドがあるんですけど、わざわざお泊まり用のお布団を出してそれをお部屋に敷いて寝てます。ちょっとね、タツの寝顔があまりにも可愛すぎたので写真撮ってます。ハトの音にしてるの。おはよう。必要じゃない。ねえ、持ってかなくていいじゃん。何？何？普通にしてんの？うん。おはよう。おはよう。どこへ？おはよう。あれ、今日機嫌いいね。おトイレ行こう。乗せてきて。よろしく。いい？はい。大丈夫。バイバイ。よろしく。これカンカンだよ。よろしくね。タツくん何食べるの？パン？タツ、パン食べる？何食べたい？卵かけご飯？うちではあらかじめ用意しとくっていうよりは、朝起きてから子供たちに何食べたいかっていうのを聞いてそれを作るようにしてます。トラ、
59分だよ、もう行っていいよ。もう行っていい？うん、行ってきます。頑張ってね。うん、水筒持った？ねえ、またランドセルの後ろ空いてるじゃん。うん、ちゃんと閉めて。うん、じゃね。はい、いってらっしゃい。はい、じゃね。そのまま今度は沢を起こしに行きます。起きた？ジョーはもうすでに一人で起きてたみたいです。起きたの？おはよう。すごい。自分で降りれるの？どうする？今日自分で降りる？あ、お咳出てる。口に手当ててください。タコ、タコ、タコいい？いいよ。いっぱい寝た？今日いっぱい寝た？今日は機嫌がいいみたいなので、そのまま着替えさせちゃいます。朝ごはん何食べたい？何食べたい？朝ごはん。ここがいい？ペイ。ん？何食べる？朝ごはんは何食べる？パン。パン派だもんね、私は。私はパン派。タワー。タワーいた？眠い？ご飯食べよ。パンにする？牛乳飲む？ない。え？牛乳飲む？ね、ない。パン食べる？うんち出たって。うんち出たよって言ってる、タツくんが。うんち出たタツくんのうち拭いてきていい？一緒に拭きに行こう。よいしょ、よいしょ。もうやめてよ、忙しいんだから。よいしょ。牛乳でいい？うん、飲み物。うん、あれ、お席いいの？あっちゃん、お席出た？手を合わせてください。いただきます。召し上がれ。食べていいよ。サワーはパンが大好きなので、朝は比較的準備が楽です。子供たちがご飯を食べてる間に洗濯物を干しちゃいます。洗濯物はだいたい2日に1回ぐらいのペースでやってます。これをね、どんだけ時間ロスすることなく洗濯物を干せるかがポイントです。大丈夫、おしまいね、これじゃ。ここやな。朝はあまりお腹が空かないので、コップ一杯分のミルクティーが私の朝ごはんになります。うまっ。子供2人を保育園へ連れて行きます。家に戻ってきたら、配達員用のアプリを立ち上げて、もう出発ボタンを押しちゃって、いつでも出れるように準備をしちゃいます。今日はこんな感じでモーニングルーティーンをお届けいたしました。特に何かがすごいってわけではないんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございます。
グッドボタンやチャンネル登録もお願いいたします。できます。今日も動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。じゃあバイバイ。